私はアオバ。昔はほぼ第六戦隊にいて、妹と多くの戦役に参加して、最後の最後まで生き延びてた。まあ、褒めるべきこっちゃないけどさ。はいはい。新規臭いのはここまで。私、昔、従軍記者の方からちょいと学ばせてもらってな。つまるところ、指揮官、ネタになりそうな話、なんか持ってない ははーん。ついに嗅ぎつけたそうこの艦隊にある特ダネの匂いあなたが指揮官かなさーて、この青葉に思う存分取材させてくださいな。へへ、指揮官、見られてるよ。どうした情報は有料だぞ。努力は報われるって信じてるさ。 昨日はなぜずっと後ろをつけてたってさーて、何のことかな指揮官、私に取材させてくれたら見返りも用意してあげるよ。例えば、いつも気をかけてるあの子のこととかってさ。ネタ探しって難しいよね。いっそ私自ら煽ってみたりしてあひらめいたこれは受けるぞ 指揮官、記者を敵に回すのはあまり得策じゃないからね。任務ここで指揮官の勇姿を書き記すことにするよ。え私も行くの指揮官、もたもたしないで早く報酬持ってきてよ。潜在の写真撮ってあげるから。指揮官の情報の感度はちょいと低いよな。ほら、新しいメールよ。指揮官。 今の出撃した子の中で、どの子が一番お気に入りっすか働き盛りの女の子たちの絶景をぜひ、と。よし指揮官ちょっと差し入れ持ってて。港に取材に行っちゃおう。こりゃもう少しで分野の仲間入りかな。サンキュー、指揮官この青葉の目から逃れるのは一万年早いってのオッケー。 次は歯医者に今の心境を独占取材とってもう言っちゃった我アオバこんぐらいでめげるんじゃないっつーの自分が紙面に載せられるとか黙ったこっちゃないわ、はあ、やっぱ海外で取材した方がいいよね指揮官ここまで大きなハールじゃなくて 艦隊を持っている感想、聞かせてもらっていいっすか艦隊に来て少し経ったから、まあ一応みんなには取材したけど、指揮官のことは最初悪い奴と思ってたのに、意外とみんなに信頼されてるよね。結構すごいじゃん。私、あの時はやらかしたから。だから、努力したみんなに何か残してあげたくてさ。あごめんごめん。 私らしくない話をしちゃって。まあ、こんな話をしちゃったのは、指揮官のせいでもあるから、私からの質問もちゃんと答えてよね。よし決めたここにいる大好きなみんなのことを書き記すよ。指揮官のこと <laughs> まあ、そんぐらいは自分で考えてよ。言っとくけど、こういう場は苦手だから、あんまりそういう、 甘えたりするのは、ちょっと。まあ、ちょっと、でも、答えは一つしかないから、言ってみるけどさ。あ、私も、あなたのことがど、ど、だ、大好きだよあっちゃー、また説教されるわー。 古高、あの時はごめんな。第六戦隊、出撃鼻聞き,きを競ってみっか